大学総合博物館は、広島県東広島市の広島大学校内にある博物館。広島大学総合博物館は、広島大学の中期計画に基づいて2006年4月1日に設置される。これに先立ち、2005年4月に総合博物館、設立準備室を設置し、全学的な協力を仰ぎ設立準備を進める。 2006年11月1日より本館展示を一般に公開し、広島大学の研究活動や所蔵資料を広く紹介している。総合博物館は、広島大学に所蔵する学術標本資料の調査、収集、保存、管理を行い、それらの研究と展示、情報発信にあたることにより、大学の社会貢献や研究、 教育の向上に資することを目的としている。収蔵資料数は約126万点。2011年5月1日より埋蔵文化財調査室と統合して改装。展示情報研究企画部門と埋蔵文化財調査部門の2部門制となる。スタッフの他に、学内に運営委員16名、企画委員14名、研究員32名。 学外に客員研究員8名、学生契約スタッフ約20名が、館の運営、企画に協力し、活動を行っている。初代館長、岡橋秀則文学研究家教授平任2006年4月から2017年3月、大講義室であった部屋から、椅子や机等を撤去して、改修、整備。展示室の床の一部が、少し傾斜しているのはそのため、 本館展示は大きく4つの展示パートと憩いのスペースとなる N、S スクエアからなる。なお、本館には約700点の学術資料及び標本を展示している。広島ユニバーシティミュージアム11広島大学過去、現在、未来、広島ユニバーシティミュージアム2に宇宙、地球広島市在住の日の渡るから帰宅された約250点に、 及ぶ貴重な化石が中心。目玉は、高さ1.5メートルの海より、アパトザウルスの大腿骨、小さい魚を加えた状態の魚の化石、翼流の化石など、大陸移動説の有力な証拠となったメソザウルスも展示。広島ユニバーシティミュージアム33里海へのイザナい、瀬戸内海里海の世界へ、広島ユニバーシティミュージアム44里山へのイザナいを N。 S スクエアイコイの空間であるとともに、専門図書や大学の学部案内などの閲覧もできる。本博物館は、キャンパス各所に点在する学部、遺跡や自然環境などを展示物として見ることで、大学全体を屋根のない博物館とみなす、キャンパス丸ごと博物館構想を推進し、本館とサテライト館をつなぐ、自然散策道、発見の象形を整備し、広く公開している。 の語感がある。小さな展示スペースではあるが、専門的な展示を行う。キャンパス中央に流れる山中谷川、武道地、門脇川沿いの半自然区に整備された約1 5キロメートルの自然散策道。昔ながらの里山的な自然環境が今もなお残り、昆虫以外にも絶滅危惧種を含む数多くの動植物が生息している。学生がガイドする。 大学見学おすすめコース。毎週金曜日の13時に法人本部前に集合。所要時間は約1.5時間。ありがとうございます。